国内女子ゴルフツアー、資生堂レディース、第1日、27日、神奈川、戸塚 CC に CC、6697ヤード、パー72、賞金総額1億2000万円、優勝2160万円、最終組が前半9ホールを終え、すでにホールアウトした堀琴音と新と後半をプレイ中の桑木志保の3人が、5アンダーで首位に並んでいる。 渡辺彩香、菊池恵里香、小滝水温、金沢那、天本春香の5人が4アンダーで4位。38歳のベテラン横峯桜、全州優勝の小祝桜ら7人が3アンダーの9位で追う混戦となっている。昨年大会優勝の桜井心奈は12ホールを終えて1オーバーで65位となっている。地元神奈川県出身の原恵里香も、 18ホールを終えて1オーバーの65位。今季3勝の武田レオは12ホールを終えて1アンダーで26位につけている。日本時間24日まで行われたメジャーで2位となり、パリゴリン出場権を獲得した山下美優は出場していない。